はい、こんばんは。西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、例の特別定額給付金の申請書が届きました。はい。特別定額給付金申請書在中ということでね、ちょっとね、中身を見ていきたいと思います。本ちゃんの書類はね、ちょっと住所とかね、両親の名前が書いてあるので、中に入ってあります、こう、記載例っていうものをね、こう、記載例。はい、裏面もね。これをね、紹介していきたいと思います。では、どうぞ。はい、ではね、同封の書類から目を通していきたいと思います。申請受付開始がですね、令和2年5月11日月曜日から3ヶ月間。申請方法が郵送申請、同封の返信用封筒、もしくは電子申請、マイナポータル、もしくは窓口申請。申請の単位ですね、世帯主申請、世帯ごと、令和2年4月27日が基準日となっています。世帯主以外が申請を行う場合は、必ず委任が必要となります。これはですね、後ほど記入方法を紹介したいと思います。申請書の裏面になりますのでね。はい、必要書類はですね、特別定額給付金申請書、申請者、世帯主の本人確認書類の写し、免許証、マイナンバーカードなど、申請者、世帯主の振込先金融機関の写し、通帳、キャッシュカードなどとなっています。はい、次にですね、いよいよ特別定額給付金申請書の書き方を紹介したいと思います。はい、まずですね、申請日ですね。申請日、ここですね。ここに書いていただいてですね。はい、世帯主の名前と印鑑。これが生年月日ですね。世帯主の住所と日中連絡が取れるね、電話番号を書いてください。はい、その下に行きますとですね、ご家族のお名前が書いてあると思います。その右にですね、申請をですね、申請というか給付金を希望するかしないかというね、チェックがありますので、うちはね、希望しますので、こっちの方にチェックを入れていきたいと思います。はい、ずーっと下に行きますとですね、これが金融機関のね、情報になりますね。振込先ですね。金融、ゆうちょ銀行の場合は、ここに書いてください。その他の銀行の場合は、ここに、口座情報を書いてください。はい、裏面に行きたいと思います。これがですね、先ほど言っていました、代理人の、代理人申請になるんですけど、ここにね、代理人の名前と、これがね、続柄ですね。申請者との関係。それが代理人の、これが生年月日ですね。代理人の住所と日中連絡が取れる電話番号。それでですね、この下、ここですね。ここはですね、ここにも書いてありますが、代理人申請の場合でも、世帯主の委任が必ず必要ですということなのでね、ここは世帯主の名前と印鑑が必要になります。はい、この下に行きますとですね、申請者本人確認書類、写し貼り付け欄となりますが、ここにですね、運転免許証であったり、マイナンバーカード、もしくはね、健康保険証とか、年金手帳の写しをね、貼ります。貼るというかね、同封でもいいみたいなんですけど、それでですね、こう、代理人がもしね、こう、
そこですね。代理人申請の場合はですね、代理人の本人確認の写しも添付してくださいということでね、ここは注意してください。はい。ということで次がですね、振込先金融機関の情報ですね。こう、先ほどの通帳の写し、もしくはキャッシュカードのコピー等をこう貼り付けるか同封。はい。下に行きますとね、チェックリスト。ここにね、記入漏れがないかとかね、通帳の写しがちゃんと添付されているかということにね、チェックしてください。はい。ということでね、割と簡単にね、書けますんで、こう皆さんもサクッと書いてポストに入れましょう。皆さんのね、少しでもお役に立てればと思って放送をしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。